畑、定台二ダム。畑、定台二ダム。畑、奈義大二ダムは、静岡県静岡市井区高知地崎、一級水系大井川、本川上流部に建設されたダムである。戦後、大井川水系では、日本発送電より、発送電施設を受け継いだ、中部電力によって、新規の電源開発計画が進められた。1951年、 昭和26年に伊川及び奥泉地点に発電専用ダムを建設する計画をし、1956年昭和31年に奥泉ダム、1957年昭和32年に伊川ダムが完成し、大規模水力発電所の建設が最盛期となった。そして1957年より伊川ダム上流に新たな水力発電所の建設計画が持ちがった。 この水力発電所は、中部電力発となる溶水発電所として計画され、畑定地点に2カ所のダムを建設して、認可出力13万7千キロワットの発電を行うものであった。この発電所の開家、下部調整地として計画されたのが畑、定第2ダムである。畑、定第2ダムは、包み高69.0メートルの中空重力式、コンクリートダムである。 上池である畑、低第一ダムも、包み高125.0メートルの中空重力式ダムであり、用水発電所のダムで、両者とも同じ中空重力式というのはこのだが、唯一である。また、下流の伊川ダムも同形式であり、同一河川に3基も中空重力式が連なる例は、世界的にも稀有な存在である。1961年、昭和36年畑、 丁第一ダムに先立ち完成している。このダムは畑、丁第一発電所の下部調整地であり、河川の自流水を利用した自流混合式用水発電を行う。昼間は畑、丁第二ダムに貯水し、夜間は第二ダムの水を上部調整地である第一ダムへ汲み上げる。こうした方法で最大13万7000キロワットを発電するほか、 第2ダム単独でも発電を行い、直下にある畑、定第二発電所において、認可出力8万5000キロワットの電力を発電する。なお、2001年、平成13年よりダム直下左岸部、写真では、右下の青い屋根の建物がある場所に、東河内発電所を新設した。この発電所は認可出力170キロワットと、極めて小規模な発電能力であるが、 河川維持放流を利用した水力発電であるというのが特徴である。大井川は1961年、第二ダムと同年に潮号ダムが完成。それ以降下流 20km 区間にわたって大井川が枯渇した。このため流域の自治体、住民は中部電力に対し発電用水利権の一部変換を水利権更新時に要求。 塩号ダム直下の一文字デモなどで強行に訴えた。住民の声に後押しされた静岡県の要求により、中部電力は1989年、平成元年、毎秒3トンから5トンの河川に維持放流を実施することを表明。畑、低第2ダムにおいても、毎秒0.55トンの維持放流が義務となり、これ以降無水区間は解消された。 この維持放流を有効に活用すべく、極めて小規模な水力発電施設の建設が発案され、中部電力としては、初となる河川維持放流用発電所が建設された。これが、東河内発電所である、ドイツのオズバーガ社による、クロスフロー水車が使用され、建設費を縮減している。こうした、河川維持放流を利用した、小規模水力発電は、奥畳ダ,ダム、 ただみ川を、はじめ多くのダムにおいて建設されるようになった。ダムの目的には入らないが、主に施設管理用の電力として使用される。こうした風潮は1997年、平成9年の京都議定書締結以降、二酸化炭素排出量を抑制するためのエネルギー、転換策の中で、小規模の水力発電が、環境負荷も少ないという理由から注目されたことも、背景にある。 出力1 0 0 0ット程度以下のマイクロ水力発電は経済産業省によって推奨され2002年平成14年5月には電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法通称 RPS 法が施行されたこの中で滝や自然の段差、水車、上水道、下水道などを利用したマイクロ水力発電は新エネルギーとして認められたが 既存のダムを利用したマイクロ水力発電は RPS 法の除外対象となった。つまり既存のダムを利用したものは新エネルギーではないという解釈である。したがって法の趣旨に沿って厳密に言えば東河内発電所は1 0 0 0ット以下の出力基準に合致しているが既存のダムからの発電であるためにマイクロ水力発電とはならない。だが、 砂防ダムに付設したマイクロ水力発電は、新エネルギーとして認められるのに、河川法上のダムが認められないという矛盾に対し、マイクロ水力発電を推進している団体などからは、批判的な意見もある。畑、低第二ダムの直下流には、赤石温泉白川荘という温泉があった。この温泉は、静岡市営の温泉であり、入浴料は、無料。 10時から16時まで自由に入浴することができた。このため南アルプスへ登頂すると残客や、もみじ狩りなどで訪れる観光客が多く利用した。赤石温泉へ向かう途中の道からは畑、堤台にダムを真正面から望むことができる。現在は上流に移転し、南アルプス赤石温泉白カバとして有料にて営業している。アクセスは 大井川鉄道井川線井川駅より、井川畜地周運行バスを利用し、終点の白河バスをバス停で下車する。ただし、本数が少ないので注意する。車では、井川ダムより、静岡県道6十号南アルプス公園線を、畑、丁第一ダム方面に北上すると道沿いに見えてくる。だが、ダム本体への立ち入りは禁止されているため、付近から見るだけになる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。